こんにちは、キューピーこと関正志です。今日は初心者中級者の方が迷いがちなルールについてご説明したいと思います。ぜひですね、これをしっかり覚えてアマチュア大会にぜひチャレンジしてください。誤球してしまった時の処置方法。あ、ちょっと前開きましたね。少し急ぎましょうか。そうですね、はい、ね、ちょっと急ぎます。行きましょう。おー、ナイスショー、素晴らしい。ちょっと自分行きます。はい、あれあれ、どうしたんですか今尾さん。はい、さっき打ったボール、私のボールですよ。本当ですか？ええ、あれ今尾さんのボールです。これはですね、誤球と言いまして、これペナルティーがつくんですよ。誤球、はい、打ってしまった、今尾さんは二打罰です。二打罰、はい、残念ながらそうなるんですね。打たれてしまった人はもちろん無罰で、元に戻すことになります。はい、もともとボールがあったと思われるポジションの近いポジションにボールをリプレースして、プレーを再開する、こういう流れになるんです。そうだったんですね。それではおさらいです。誤球をしてしまった場合、2ペナルティの上、正しいボールで再開します。この時、誤球をした時のストロークはカウントしません。一方、誤球をされてしまった側にペナルティはありません。ボールがあったと思われるポイントから近い位置にリプレースしてプレイを再開してください。なお、訂正のプレイをしないまま次のホールのティーショットを行った場合、誤球をしたプレイヤーは競技失格となってしまいますので、くれぐれも注意しましょう。いや、しっかり見ないと二打罰は辛いでしょ。辛い